リサーチゲートは科学者、研究者向けのソーシャルネットワークサービスで、原著論文の共有や質問、回答、協力者の募集などが可能になる。リサーチゲートは、Facebook、Twitter、LinkedIn などのサービスにある、プロフィールページ、コメント、グループ、いいね、ボタン、フォローなどの機能を混合したサービスになっている。 登録メンバーは生データや失敗した実験結果などもそれを公開することによって他の研究者が同じ過ちを繰り返さないために成功した結果と同じように共有することを勧められている。マイクロソフトの共同設立者であるビル・ゲイツはリサーチゲイトへの投資者の一人である。リサーチゲイト社はアイジャド・マディッシュによって2008年に設立された。マディッシュは科学者が 雑誌にお金を払って研究データを出版するのではなく自分のサイトで研究結果やデータを出版する将来像を描いている。リサーチゲートは2008年にボストンで設立された。2013年現在、本部はベルリンに置いている。2010年9月8日、リサーチゲートは最初の資金調達プロジェクトであるシリーズウェイを完了したと発表した。 続く2012年2月22日には第2の資金調達プロジェクトシリーズ B を完了したと発表し2013年6月4日には3500万ドルを目標額としたシリーズ C を締め切ったこのシリーズ C ではビル・ゲイツらからも融資を受けた2012年現在のリサーチゲイトの取締役会議はベンチャーキャピタルのベンチマークのゼネラルパートナーで 元フェイスブック幹部のマットコーラー、創設者のマディッシュ、それにファウンダーツファンドのパートナーでペイパールの創設者でもあるルーク・ノーセックラが名を連ねる。リサーチゲートはジョブボードや会議スペースを提供し、バイオテクノロジー関連機器メーカーと科学者とを結びつけることで収益を得ることができないか調査していると言われている。 2016年時点での交渉利用者数はおよそ900万人。2015年から2016年にかけて2万人以上を対象に実施された調査では、調査対象者の3分の2は、リサーチゲートの利用経験があったと報告されている。科学者や研究者の中には、このようなソーシャルネットワークサイトの必要性について、会議的な見方を示す人もいる。ホブスに掲載された記事の中で、 神経科学者のブラッドレイ・ボイトックは、リサーチゲートは、研究者の仕事の邪魔になるといい、研究者は、新しい技術に適応することは、時間や注意力を削がれるため、そのような技術に対して保守的であるとの意見を示した。ありがとうございます。